こんばんは。今日も、相手をすりつぶしていこうというふうに思っています。どうもよろしくお願いします。ちょっと今日はね、一つ、私の、YouTube の方で見てもらっている方から、ちょっとある提案をいただきまして、それをね、どうなんだろうな、刺さるかどうかは、まあ、ありそうな気はするけど、ちょっと確定的ではないというか、まだわかんないけど、まあね、本田宗一郎も言ってましたけど、やってみもせんで何がわかるっていうね、やっぱやってみないとね、なんとも言えない。基本的には、まあ、プロポーズドミル、まあ、提案されたやつなんで、ちょっとこれを、一応ね、今までの、飼っていた頃のミルはちょっと残してあります。また、もしダメだった時に戻ってこれるように。でも基本的には飼っていた頃のミルを、ほぼコピーしたものです。違いは何かを抜いたんだよね。山の巨人をとりあえず1枚というか2枚入れても本当は良かったんだけど、試す時にはまあ1枚しかないんで山の巨人をとりあえず1枚。あとは他は一緒かな、ほとんど。他はまあ裏切りも1枚入っている、いつもの、私の中での、あ、あとエドウィン・バンクリフ、なんでこれ入れたんだろう。なんかね、段取りがね、2枚入ってると、エドウィンが光るような気がするんだよね。てか、これまあ、5マナで出しても、5マナじゃない、まあ、3マナ44でも別にいいやっていう、そういうちょっと使い方をしていこうかなと。まあ、盤面を取るためだけに3マナ44でも、まあいいかっていう。3マナとかでね、出すカードがなくてね、ちょっと暇だなっていう、ちょっとそう思っただけなんで、まあ、他になんかいるのってあんのかなっていう、逆にね。まあ別にいいかっていう思いで入れました。3マナ44で十分です。あれ、俺こっちの時に逆に何が入ったの？これまさして回復入ってない？あ、回復入ってねえんだ。でもあれあんまり刺さった記憶がないんだよな、全体回復が。まあ、相手がズーの時にはたまに刺さるんだけど、今この、今やってる、その、今、ランク8なんだけど、ランク8の隊には、ズーがいません。従って多分、ズーがなくてもいいんじゃねえのかなと、ズー対策ができなくても。なんだっけ、俺が今探そうとしてるの。ハーストーンデックトラッカー。ハースストーンデックトラッカー。ちょ、これ、どっかショートカット作っておこう。というわけで、インポートします。入ったね。今回のデッキ。みよ。まあ基本は一緒かな、ほとんど。では、早速ですが。やっていこうと思います。今日は、アリーナなしです。こんばんは。こんばんはのコメントが、私の方に表示されないのはどうしてでしょうか？あ、出ました。ありがとうございます。こんばんは、やっていこうと思います。ちなみにランク8です。今日は、山の巨人。今日の目玉は山の巨人1枚。まあ、持っている手札の回数ごとに1減る。だから、10枚持ってたら2で出せると。確かにね、カードがこう、クソ余って、やれることが、いや、カードが邪魔だっていうのが結構あったから、ハンターあたりはもしかしたら刺さるかもしれないね。かもしれない。まあ、このファッキンクソハンターは、正直強いので、ちょっと戦う姿勢を見せていかないと、ハンターには勝てない気がするな。まあ、本当はカエルさんが来れば言うことないんだけど、あのね、カエルにもね、って感じ。って感じ。こいつにこれは使いたくないんだよね。多分次のターンに、カエル出てくるから、カエル用に、ここはもうコイン使っちゃおう。カエルないしはゾウが出てくるはず。多分。あ、出てこないんだ。まあ、それはそれで OK。
やっぱ厳しいな、ハンター。ダメージ出ちゃうね。あー、これ、ウィーハンガーオベンジャーズ出す？3ターン目で、いやー、出さないな。正直痛い。でこれ速攻で打ってくるようなやつあるかな。多分ないんだろうけど、これがな、出しづれえな。もうこれ出すか、これ無理でも、無理にでも出してくか。テンポで、テンポプレスか。ターゲット確認。今日はレジェンド行くまで配信ですね。そうですね。まあそんな時間はかかんないと思いますけど、まあレジェンド行くまでやろうと。とか、そういうさ、それね、無理なこと言うのはやめよう。無理なことはね。よし、始末。全力はね、尽くしたいと思いますがね、行けるところまで行こうと。行くわよ。目標ランク6とかね。ランク6も無理だろう。いろいろと。で、これ次の段出てくんだよな。復讐こそ我がなんちゃら。で、これ出てくんだよね。あ、いいの来たね。ライオンが来たらこれ帰ってもらおう。ライオンだっけ？ハイエンだっけ？ハイメインだっけ？まあ、なんでもいいわ。ライオン来たら帰ってもらおう、これで。ツンドラ祭。ほう。厄介、厄介。それ厄介だよ。あー、それ厄介だわ。どうすっかな。あ、これ結構厄介だね。無理というのはですね、嘘つきの言葉なんです。なるほどね。そう、努力をしない、やってもいない奴が言うことなんだと。なるほどね。これは、地味にしんどいな。で、これ次のターン、背面に絶対出てくるから。あ、こいつ回復する？無理に。無理に回復して。で、次のターンにサッププラス、カエルプラス、かな。山の巨人とかは入らないですから、山の巨人入ってます、ぜひ、デッキ見てください。この一番下に山の巨人がしっかりこうどしっと座ってるから。今日は山の巨人ぜひ入れてくださいという声がありましたので、山の巨人入っています。復讐こそ我らが運とかってする？ここ、復讐こそ我らが運とかする？これ、復讐とか我らが運とかする？する？これ、我が騎手蔵は多分ね、 あんまり使えねえと思うんだよな。あ、するか。このままだと負ける気がする。ディファイアスに勝利を。終わったね。ドゥン。よし、オッケー。でこれフリーズトラップだろ、どうせ。でこれカエルさんフリーズトラップしよう。でハイメインが来たら帰ってもらう。おもんねえわ。それおもんねえ。それはおもんねえよ。こんだけカードあってもこれだもんな。まあこれまず間違いなくヘビか。はあ、はあ。あー、これ死んだね。これ死んだね。この手なら。もうすでに死んでるんだけど俺。
まいったな。決めなきゃ。どの手で行くか。ダメだわ。なんとかの野生のおたけびみたいなやつ強すぎ。ワロタ。あれ食らったらもうダメだわ。あ、ヘビゼロマナなんだ。さっきと何も変わんないんだけど。状況が変わらない件について。交際よ。まああれはちょっと相性がある。今のは相性の問題。しゃあない。まあ、勝てない、やっぱ、マッチアップってのあるから。まあ、言うなれば、今のは、フリーズメージバーサス、コントロールウォリアー、ゴリコンみたいなね。もう絶対ダメージ出ねえよ、みたいな。あれと同じだわ。しゃあない。背中に気をつけて。これもやばい手だね。これは相当やばい手が来てると思う。手動だったね。あ、これはやばいわ。これもやばい。ズーっぽいわ。あ、だんだんランク下がってきたらズー出てくんな。ズーはやばい。ね、これ、ウィー・ハンガー・オベンジャスで、なにこれ、テンポ取っていく。いいね。こっちも全力で当たっていこう。出てけ出てけ。お、フルで終わり。はあ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 。うわ、これ超サップしてえわ。こいつサップする価値ありそうだけど、まあねえな。どうかな。やっぱこういうズー相手だったらこれ刺さんねえな、多分な。まあ、刺さりようがねえな。あー、これ銀用に取っときたいってのもあるんだけどね。使っていくか。銀来たらサップするわ、多分。これサップ行くわよ。つら、つらたんだね。またしてもつらたんの。行くわよ。バニッシュはあるけどね。シュルリ。出たり入ったり忙しいやつだわ。出てけ出てけ。
これバニしないとまずいね。これでもバニしまくってでもこれどこかで俺死ぬんだけど大丈夫かな？それともこのターンはなんとか気合で生き延びる？ここのターン2点食らうでしょ。で3点でもう多分もう1匹ぐらい出てくるでしょ。2点バニッシュ使うのは早いな。ここでバニッシュは多分まずい気がするわ。ここ気合、ここ気合で乗り切ろう。気合、うん、やっぱ山の巨人、うん、まあ相手がまあアグロだからな、まあいずれにせよきついマッチアップだけど、リロイとかいんのかな、このおっさん。ドゥームガードかな、なんだろう。もうなんかヨグサロンに頼るしかねえ形はまあ見えてんだけども。とんでもないダメージ出るな。すごいな。果たして俺は生き残れるのか。もう絶対生き残れねえじゃんこれ。いやー議員当選しまくりだわ。また出てくるんでしょ。厳しいなー議員ちゃん。議員ちゃん強いね。あーまた来ちゃった。ズーはやっぱきついか。一時期ズーすげえ楽に勝ってたんだけどな。なかなかそうもいかないか。おっと、クッピボード全部クリアにすりゃ生きうるのかな。ズーに楽に勝ったっていつの話、いつな、でも勝ってた時期あったよね。確かに俺は覚えてるぞ。確かに勝ってた時期があったことは。これ死ぬかな、これでも。ドゥームガードいる？スタンマ、いや、スタンの後だよ。スタンダードで勝ってたんだよ、ズーに。ズー楽勝って言った時代があったんだけどさ。あの時はなんで買ったんだろう。あの時はね、まあ、たまたまいいカードが入ってたというか。まあ、これなんヨグちゃん以外ありえないんだけど。あ、先にこれ使えばよかったな。よし、始末する。で、生きてんの？ほとんど生きてんだけど。決めなきゃ。
やっぱ山のなんとかさんは刺さんねえかな。どうかな、もう一回ぐらいやってみっか。多分その時のデッキはね、あれが2枚入ってたんだよね。どれだっけ、影、影の一文ちゃん、これが2枚入ってた時はね、出てくる出てくる、もう相手はもうとにかくもうボコボコに除去できてた時代があったんだな。あの時はもうちょっとスペル多めだったかな。若干テンポを取りに行くカードが今入ってるから。背中に気をつけて。これは必要かな、もしかしたら。テンポだったら、テンポだったらこれが刺さりうるけど。でもね、海の巨人入れてもさ、結局ワンパンで死、ワンパンかっていうか無視されると思うんだよな。だからやっぱ巨人系はやっぱこのデッキあんま合わねえんじゃねえかな。まあまだわかんねえけど、どうなんだろう。あー、ピカチュウが出てくるってことはこれ。ピカチュウが出てくると、言えることは、確実に、テンポなんだよね。絶対コントロールでピカチュウ入れてないっすよ。入れんのかな、コントロールで。コントロールで入れないよね、ピカチュウ。テンポだな。で、多分猿が出てくるから、猿をなんとかして借り倒らなきゃいけないね、猿を。猿出てくるよね、これ。悩むことなんてねえだろう。こんばんは。痛みを与えたわよ。ダメージはないんだよね、こいつらからの。はっきり言って痛くも痒くもないから。かといって完全に放置もしたくないんだよな、特に。いや、待てよ。こいつらにアーマー積まれて俺困るか？いや、まあ、アーマー積まれることは全然困んないんだよね。この手なら。でもここでドローされるのは困るんだわ。今までの経験上ね、こういう時に、こいつ叩くと、普通に相手にアドバンテージ与えちゃうんだよね。普通に。普通にアドバンテージ与えるんだよね。だから、ウィーハンガーをベンジャスで倒すか？ウィーハンガーをベンジャス出して、いやでも強いやつが出てきたらこれの方がいい気もするけどな。でもテンポが全くねえのもな。釣り人は入れないんですか？あいつはね、なんだろう、同じ理由でさ、序盤に相手に、もし仮にあいつ2マナの時に来るとさ、なんか相手が普通に有利になっちゃうんだよね。あ、いいドロー来ました、みたいな。あ、ドローさせてもらいます、ありがとうございます、みたいな感じで。相手がめっちゃ有利なんだよね。で、これをね、使いたいところに見えるけど、これはね、使えないんだよな。まあ、段取り使っていっても、これ、バンクリーフ出すか ?3 で回復。この手なら。まあ、いいか、それでも。ああ、でも絶対これ持ってんだよな。とどめの一撃で一発でポーンってやられて終わりだよね。この手なら。なんか理にかなってると思えねえな。決めなきゃ。行くわよ。行くわよ。我が目覚めし。俺の剣が。そうそう、そいつに使わなきゃダメだね。
こいつに使えばいいや。これは OK やね。ああ、それ来たか。この手なら。トゥリーン。シャビーン、ショビーン、トゥディーン、トゥディーンか。どの手で行くか。我は目覚めし者。ディファイアスリー勝利を決めなきゃ。どうせワンパンで殺されっから。ここで巨人か。あー、ここで巨人。うん。そうか、ここで巨人か。あー、そうか、俺が使いこなせてねえな。そうか、ここで巨人だったか。そうか。そうか。でもあそこで巨人ポコチーンって投げて、どうだろうな。まあ結局あれで倒されるっちゃ倒されるのが。ああ、これパトロンなんだ。今日悲惨なことになりそうだな。嫌な予感しかしないんだけど。遅すぎるかな。みんな集まれ。あー、ここで死んだんだな俺は。巨人ってやっぱあれだよね、魚引けたら強いムーブなんだよね、巨人はね。で、このゲーム魚引けたらどうせ強いから、魚引けない時のやっぱカバー考えた方がいい気がするな。どうなんだろうな、魚引けた時に強いムーブをこれ以上強化するよりは、魚引けない時に強いムーブを、なんていうか、あっと全部揃った。もうこれ全キープすっか。あー、絶対これ負けるわ。ハンターにボコされるのがもう俺、もう姿がもう目に浮かぶんだけど俺。悲しいぐらい目に浮かぶ。あー、ボコされるんだなーっていうのをね、今俺も感じてるわ。絶対ボコされる。おっと、これがあれば、多少耐えれる。
これはこのダメージは食らおう。しょうがない。甘んじて。多分除去かな、一番いいのはね。多分俺が思うには。そうなんでね、ランクが下がるとそれもあるね。それもある。ターン4のハンターがいきなりガンガンって来る可能性ってあんのかな。あるよな。これいずれにせよカエルはどうせ殺されるから、こういう時に限って段取りが来ねえんだよな。ねえ、この前なんて、昨日やった時なんてさ、ほとんどあれだったじゃん、ウォリコンばっかだったじゃん。ウォリコンは一体どこ行ったのっていう。オリコンが急になくなったね。昨日あんなに猛威を振るってたのに。あー、バニリテー、超バニリテー、あ、もうバニリテーっていう感じだね。おっと、でもこれ全部倒せんな。きっちり除去していこう。ターゲット確認。よし、しまった。おっと、凍結の罠だと。はめられたな、はめられたよ。そうか、凍結、ああ、凍結、ああ、ケアしてなかった。ああ、失敗した。で、次のターン来るんでしょ、あれ。例のやつ。例のやつ。もう、こんだけ相手ドローしてたらもう来ないわけないよね。例のやつ。例のやつ来ちゃうよね、これ。これ来るよな、また。これまたこれあれでしょ？荒野が来るんだよね、これ。でもこれ荒野来たらまた一発で全滅じゃないの、これ。辛いな。
この手なら。サモにいたりだね。これ次のターン、これ荒野でワンターンで終わり俺。使うタイミング来ねえな。使うタイミング来ると思えねえわ。0勝4敗か。多分遅いかな、山の巨人さんな。それとも相手のせいか。楽しいね。そうだ、こういうのが続くとさ、また何コントロールウォリアーが言い訳しちゃおうと思うんだけど、どうだろうな。勝っていた頃のミルでやってもなんか結果変わんねえ気がすんな。あなたが招いた背中に気をつけて。明治ね。でも最近コンボパーツ引く気にもなってねえな。最初コンボパーツ引かなきゃダメだよな。山の巨人ないっぽいよね。どうなの。まあコントロールだったら今までのデッキで普通に勝ったから、なんかもはやコントロールにはこだわる必要もないと思うけど。これどの手で行くか。あー、こいつ倒さないとヤバそうな気もするしな。あー、むっちゃ無理なプレスして倒すこいつ。あー、むっちゃ無理なプレイして倒すのかな。この手なら。いや、一旦は耐えれるっしょ。ここ一旦耐えれば大丈夫。いけんのこれ。いや、いけねえよ。一旦耐えてもダメだよ。
決めなきゃ。ねえ、これ絶対こいつ殴ってもいいことない気がするんだよな。殴っとくか。行くわよ。段取りが2枚ありやな。はあ、やれやれだわ。なんとかしてこいつ出そうと思ったら、そういう考えが甘いんだろうな。ウェイカー先輩来たらこれで一発だけど、もうエドウィン・バンクリーフも腐ったしさ。あー、まあコンボパーツ来たけど、来たけど、似合わねえな。普通に負けんな。こんだけ食らっちまうと痛えわ。出すのか。まあ6マナ88はでかいけどな。うーん、初めて登場。いつか私もあなたみたいに。さあ何で死ぬんだ。ファイボとヒロパじゃ死なないけど、さあ何で死ぬんだろう。どうやってこいつは葬り去られるんだ。羊ちゃんね。そうなんだよね。結局こういう除去持ってくかな、みんなな。やっぱ意味ねえな。こいつ倒すべきところもまた間違えちゃうし、なんか急速になんかこう熱が冷めてきてる。もう舐められてるもんだって。俺がこんなにカードを引かせたいと思ってるのに普通にドローしてくるもん。ドローされてるもん。終わりじゃん。どんな秘密が待っとるんかい。大学みたいよ。あなたの死神よ。
昨日の一生の、あっとトレードする、もうこれもうリーサルほとんど出るでしょ、もう遊びやん見てる方がだんだん心が痛くなってきた。見て、あとヒロパで終わりなんだけど、もしかしてナメプしてくる、しませんよね。ちょっと戻そうか、ちょっと飼っていた頃のミルに戻そうか、それともちょっと待って、このランク下がってきたら途端に、なんていうかあれだね、なんで昨日あんなにボリコンがいたのにボリコンがいないと話になんないのか、それともデッキか、ボリコンがいないとダメだよ、ちょっとうちにはボリコンが必要なんだって。ちょっと昨日のゴミ動画でもちょっと上げてるか、片手間で。バリーラ vs バリーラ、背中に気をつけて、よそ見は気持ちよ。おっと、チャリチャリかな整ったこれチャリチャリだね、多分ね、チャリらせてからの方がいいよな、絶対な、チャリらせた方が、これはチャリらせることが大事だね、チャリらせてからの方がいい気がすんな。どうだろう、それともドシとか入ってるやつだったら急に元気になってきたら、こいつが出てきたの見たら、ここで手の内明かすべきか。いやー、ここで手の内明かすのは良くねえよなー。サップはいつ使うんだろうな、どうせこいつまた隠れてくるんだよね。この手なら、そろそろこいつ先にこいつにちょっとチャリチャリさせたいんだよね、チャリらせたい。次のターンかな、チャリチャリは。あ、これサップでいいわ、こいつサップしよう。我は目覚めし、
お一つどうですか。おっと、チャリンネンだ。はあはあ、チャリチャリしないの。そこチャリチャリポイントでしょう。そこでチャリチャリしないのか。サップ使い尽くしちゃったよ。そんなの持ってんの。ちょっと待って、何これ。最後の方に何これ、締めてくるアグロローグなわけ。それはないでしょ。それちょっとびっくりだわ。どんな秘密が待っとるんだ。手札が多すぎるわ。ドローしていく。ああ、そうだ、倒したいのか、そういうことか。
まあチャリチャリにはな、チャリローにはまあ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 、あやっと今日一勝か。チャリローにはね、まあまあ、まあチャリローはまあ6-4で俺の方が有利だろう。気をつけて。ウォリか。最近配信良くて嬉しい嬉しい。なんだろう、死にそうになってる人がいるんだけど。まあね、死にそうなのはあなただけじゃありません。私も死にそうです。このデッキをやればやるほどこう、絶対ランク10なんてさ、あー、海賊じゃん。ほら、海賊出てきた。もう、海賊がすぐ出てくる。なにこれ、パトロン？なにこれ。これ何？海賊？パトロン？お、でも海賊に対してはまあいいカード揃ってるけど、これ何？海賊？これパトロン？海賊だよね。あー、アップグレード持ってる系の海賊？いやー、まあでもこの状況で相手にカード引かれるのは結構鬱陶しいよねっていう普通の思想に変わってきた。この状況で相手にカード引かれたくないんだけど、でもまあ引かせるしかないんだよね。これ出してこれやったりとかしてたらバレるしな。てか普通にカード引かれたくねえんだけど、今相手少ねえから、これ一旦耐えるか、これ無理して。で相手がヒロパン無理に使ってくれた方が得か、俺にとって。決めなきゃ。美味しくねえな。どの手で言うか。ターゲットを確認。顔面殴りエンドが正解かな。なんかそんな感じするよね。まあ一応多少ここでドローさせるっていうのは長い目で見りゃ意味があるんだけど、そこまでたどり着けるかっつうのはまた別の問題でみたいなね。これが何意味してんだろう。でも アグロ系だよね多分ね。おそらくだけど、これアグロ系だよね。でもアグロ系にあんなん入ってねえか、アコペなんて。ぴったりの甲冑よ。やっぱテンポか。まあ、どう見てもテンポだよな。
謎ムーブいくか。多分失敗だわ。こいつになんかこういう、ああいうザコに、こういうスキルショットを使った瞬間に負けが決まるようなところがあると思うけど、まあ、まあまあ。ちょっと適当にやっちゃったな。そうそう。こういう強キャラをね、なんとかしないとダメなんだけど。あら、まだドローするんだ。はあ、ははあ、作業に戻れ。そういうこと。サップ来ねえかな。サップ来るよね。うんうん、来る来る。どんな秘密が待っとるんだ。サップでも段取りでもいいわ。裏切り？うん、違う違う。腹先？うん、違う違う。まあね、こいつはちょっとサップして。終わったよ。手札が多すぎる。ちなみにまだ俺あれやってないんだよね。複製なんだっけか、みんな集まれみたいなやつ、なんだっけ、集合ナイズか。そいつは倒そう。というか倒さなきゃいけない。うん、2体か。どっち使った方がいいんだろう。どの手で行くか。こっちは残しておいた方がいいのかな。
ああ、そうか、結局違うか。ん？これ全部使わないと倒せないの？これ全部倒さない、使わなきゃダメ？え、てか全部使えないじゃん。なにこれ、なにこれ、なにこれ、なに、脳が負けた。裏切りあっちとあっちか。ああ。ここやらかしポイントせやな。全然ダメ。いやー、まあさ、いい、あれだな、やめよう。言い訳臭くなる、やめよう。もうちょい頑張れば多分結果出てくるから。今日さ、ちょっと温泉に入ってきちゃってさ、俺ほんと今日、やるつもりでしたが中止しますって言って、もう寝ようかと思ってたぐらいで、ちょっとあれだな、この、集中力。ちょっといろんなものが足りてないな。まあ大丈夫、次勝つって。ほら、ちゃんと来てるし。そう、さっきからでも今日はなんか引きは悪くないよね。完全になんか、あれだな、最初の連敗で、心が折れて、やっぱ精神力の問題だな。テンポか。ターゲット確認。初見です、お邪魔します、こんばんは。今日はね、ちょっといつも以上に負けてますが、頑張ってます、よろしくお願いします。
時間だ、貴様の骨だ。カエル早いとこ増やさないとまずいな。あ、フォローありがとうございます。爆発してったか。こっからがなんかいい練習になるとこだったんだけどな。次の手も難しいし、ってとこだよね。バリーラ VS あー、キラキラ光ってるおっさんだ。ああ、もうこのおっさんもいけねえんだよな。このおっさんは、あのね、闇アラコアとかっていうね、とんでもない化け物がいるから、正直ね、対応不可能なんだよね。闇アラちゃんが来ちゃうと。闇アラコアちゃんが来るんだわ、これ。知ってんだよな。いずれにせよちょっとドルはきついな。
トークンなんだ。あー、コンボパーツか。とりあえず1枚。でも序盤は多分なんとかこれしのげそうではあるけどね。どうかしら。速攻で殺されるってことはなさそうだね。とりあえず。この動画を配信しながら編集ってすると、俺の CPU パワーが足りなくなるのかな。ちょっと一回これやってみたかったんだよね。ちょっとカクついてたら教えてください。ミルログどうでしょう。悲惨だね。今のところとても、今俺が言えるのは一つ、悲惨。ここで相手にカード引かせるのはあまりに危険。できません。で、ここで闇アラコアが出てくるわけよ、多分。6マナって何？ 6 マナのドルイドで強いやつって誰？ドルイドの爪？爪ちゃん？この手なら。決めなきゃ。行くわよ。ここで引かせたらね、ドルイド歓喜だよね。歓喜。ああ、なぎ払いのちょうどいい標的になったね。いやー、ここで引かせたらマジで大歓喜でしょ。いやー、大歓喜すぎる。大歓喜すぎるね。時間稼いでくれ。ここではさすがに使えねえよ、俺も。かな、ワンモアしよっかな、ワンモアしよっかな。あれ、どうしたものか。
こいつは絶対殺さなきゃいけないんだよね。これ難しいな。ここでドローさせたら負けだしけど、俺の動きが限られてくるな。まあここは残しとくか。ちょっとダメージ食らうけど。気をつけろ。一応全部セットは揃ってるけど、もう多分次のターンやるしかないけどな。やろう。やろう。マナがすげえ差がついてっかんな。うわー、10マナでカードザクザクとかもうほんと大歓喜だな。ドルイド。マジでドルイド大歓喜状態だね。あー、それいかんやつだわ。サップしてもダメなやつだわ。あー、それはいかんやつだね。あー、でもこれ無理やりでもサップしていくしかねえのか、俺は。大歓喜じゃねえかよ。おっと？いやー、足りねえよ、全然。やれ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 。危険な匂いしかしない。危険な匂いしかしない。っていうか、もうほぼ積んでる。どうしたものか。自然の怒り？古道。はははは。ほう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 。俺も一回増やしたんだっけ？一回増やしてるんだよね。だったらテンポでこれ使っていくか。いや、相手カード引かせんのか。相手にカード引かせるのは良くねえか。やめっか。まずはこれでいこうか。
くよ。決めなきゃ。ターゲットか。終わったよ。15点出るか、セナリウスから。出うるのか。ミロ、YouTube のミルローグ組み合わせもちゃんとやり始めた最近なんですけど、ミルローグ面白そうですね。ミルローグは始めたばっかりの人は、いや、これ面白いデッキなんだけど、って感じだね。これをね、ちなみに今私ランク9まで、まあ本当のこと言うとランク7まで上がったんだけど、ミルローグでは上がりませんので、ぜひね、その辺はもう、よく、おっと、これは俺にも可能性があるぞ。可能性ねえわ。ひどい。ひどいよ。俺は一番勝てる可能性があるものにかけたい。どんな秘密が待っとるんかい。決めに行かなくた。終わったよ。もう一回ヨグ打ってこい。それが俺の勝ち筋だ。お前のヨグが俺の勝ち筋。打ってこいヨグ。ヨグでドローして死ね。ミラクルマリゴスヨグサロン。嘘だろ、それだったらもう俺死んでるでしょ。どうしたものか。もう一回ヨグ、ヨグだ、ヨグ、ヨグだろ、ヨグ。ああ、もうここでヨグだ。ここで俺のヨグのターン。うわー、めっちゃ堅実プレイかよ。どんだけ、けべきだったんだな。でもヨグに逃げたくなかったね。ちょっとあのカメラが高い。これぐらいだな。気をつけて。誰？ハンターか。堅実だったね。あそこでヨグぶっぱしてくれるような相手だったらいいんだけど、そうはいかーのチンチンだよね。そうだよね。おう、あーあすごく難しそうなのね。難しそうというかね、このデッキはね、ランクが、ちょっとね、プレイしてる私が言うのはなんですが、ランクがこのデッキやっててもね、なかなかね、上がらないんで、それをね、耐えるだけの、こう、強い精神力、そ
それが問われると思う。こうね、寡黙にプレイし続ける精神力。いや、こうでもない、ああでもないとか考えるんだけど、そもそもコンセプト自体がこれは本当に大丈夫なのかっていうね、そういう世界だからね。おっと、これはいいカードが来たな。ハンデルケーキ、ハンデルケーキいかがですか。まあでもこれ、でもね、これプレイする分には絶対楽しいから、ぜひね、これ作ってほしい。ダスト作って、ね、シルバナスとか、いろんなさ、こうね、OP と言われてるやついるけど、そうじゃないと。そういうカードじゃないと。お題が足りないよ。次のターン、これ起点になって、これとこれ使える可能性があるから、ちょっとこれは取っとこうか。シルバナスやらいるじゃん。他にもなんか強いやつ。ラグナロスとかね。ああいうのを作らないで、ぜひね、コールドライトの卓戦士っていうの、ちょっとこれをぜひ作ってください。さーて、どうしよっか。溢れさせられるけど、このターン溢れさせること意味あんの？ないね。なんかこいつディフェンシブなデッキだな、すげえ。なんかすげえディフェンシブだわ。この手なら。1、2、3。どの手で行くか。お題が足りないよ。決めなきゃ。どんな秘密が待っとるんかい。あー、これ俺燃えるのか。一枚。あー、燃えてもいいのか。いいだろ、燃やしめ。ああ、先にやればな。トゥントゥンできたのに。ああ、ミスった、ミスった。はい、ミスりました。ああ、もっと早く考えてやれば、もっと早くやればこの段取りが使えたのに。ああ、つらった。段取り1枚燃えた。おお、そうか、これやったら燃えるのか。あ、これ使ってくればよかったんだ。そうかそうか、完全にまたミスプレイだな。ああ、4点損したんだ。でかいな。ミルローグでミルローグとマッチングしたことありますか？ありません。今、現環境でミルローグをプレイしている人は、私以外いません。そんなこともないか。それは言い過ぎですが、ミルローグとやってる人を私は見たことがありません。今、嘘をつきました。すいません。1、2、3、4、5。手札が多
あーもうこいつ準備に入ってんな。もうキル、キルする準備に入ってるわ。さあ点数出るかな。いやー出ねえな点数。どの手でいくか。我は目覚めし者。手なら これガンガン押したらいけるかもしんないけど、どうなの。次のターンバシバシ来たらこれ死ぬんだよね。あー何にかければいいんだろう。何にかけるんだ俺は。もう一枚荒野があってガブリンチョ来たら3点と5点と5点13点それで死ぬ。13、15点までは出るんだよね。いやヒロパが使えないから多分このターン回復した方がいいだろう。違うのか今の。いやもうこれで勝ちか。サップそうだね、勝ちか。トラップ、おおそれがあるか。ターゲット確認。なんか今のは最後のところは無理になんか失敗した感じがすんな。普通に勝てそうだったな。なんか少し咳が出るわ。背中に気をつけて。誰？シャーマンか。
ミッドレンジならシャーマンは可能性があるんだよね。ミッドレンジなら、もし相手がね、おっとコンボパーツ A と B が来てる。相手がミッドレンジは可能性あり。アグロはなし。アグロはなし。アグロはなしです。うわおーんでしょこれ。はい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 、ワオンワオン。はあ、うん、真ん中に打つのがいいのかな。どの手で行くか。それくれよ。決めて。もしかしてよかった。ああ、今のこの2点も食らわないでために殺した方が良かったのかな。殺しとけば良かったか。終わったよ。笑うしかねえけどさ、正直。次のターンバニるしかねえけど、バニっても俺の体力7なんだよね。俺の体力7なんだよね。バニリンコしたところでもう辛いよね。とても辛いよね。てか俺死ぬこのターンに、もしかしてドゥームハンマーでこれに何岩立ちみたいなつけてボコボコで終わり、もしかして。フェイス。もちろんよ。どうやって俺こいつぶっ飛ばせんの。こいつぶっ飛ばせなくない、どう頑張っても。これカエル君増やしてるっけ。あーやっぱこれ援護しながらだとこれ落ちてるな多分。
なきゃ。どの手で行くか。あ、違う違う違う。手札が多すぎる。ごめん、ちょっと今エンコとかしてたら全然やってなかったわ。 Hey, do you speak Russian? Volshichi? Volshichi? That's all, thank you. ロシアンはちょっと話せねえんだ。俺ボルシチしか知らねえしな。俺の知ってるロシア語は。他にロシア語？グーデンタークグーデンタークグーデンターク違うな。ごめんな。ごめんな、本当に。Sorry, I can speak it in Japanese and a little bit English. So that's all I can. And a little bit Portuguese plus Chinese. Chinese. Ni hao. Ni hao ma? どうよ。俺のニーハオマ、どうよ。ドルイドか。なにこれ。青じゃねえか、俺の手。染まってる？しかも相手ドルイド？タデさんは何？タデさんはロシアの人なのかな？今何使ったの？渡りガラスか。ここは謎プレイ仕掛けるか俺。仕掛けたら相手めっちゃラッキーで、やったぜって思うのかな。思うよね、思うよね、やったぜって思うよね。でもこれヨグしか見えてねえな。でもはっきり言ってヨグしか見えてねえ俺には今。軽い煽り入れよう。自然の怒りを知るがよい。So it's a quite questionable play, but let me do it. Let me do it. Let me... 感謝をって言うんでしょ、どうせ。分かってんだよ。なんと素晴らしいか、そうか。感謝をは別だったな。お付き合い願うわ。お主に敬意を。アラコワちゃんだったわ。なんと素晴らしい。じゃなかったね。
強。アラコアちゃん強。ちょっとアラコアちゃんの強さはさすがにちょっとやばくないか。何出てくんの。どこを攻めましょう。そっち。そっちのドルイド。はあ、はあはあ。どの手で行くか。どの手で行くか。ここでプレパレーション使うか。ここでプレパレーションはまだ早いだろう。吸収してくれダメージを。クトゥクトゥスワイプ。あ、さあみんな仲良く帰ってもらうためのカードが必要だ。仲良く帰ってねーがないと辛いね。仲良く帰ってねーしたいんだけど、あるかな。この状況をなんとかできるカードあるかな。これやるしかないんだろうな。うん、バニッシュまで繋がないときついんだけどな。バニれねえと。なんとかしてこれバニりたいんだけどな。あ、トレードか。それはオッケーだわ。準備よしだ。まだ準備が。うん、生き残れそうだね。俺これカード増やしたっけ？増やしてはいるんだね。
すぎる。私はムクラでバナナ投げて手札溢れる方を考えてました。私もそれはやりました。ムクラは、このデッキのために私も作りました。あ、もうヨグサロン打つわ。あ、それで終わりだったら打たねえわ。この4点食らっていいかな。この4点、この4点食らっていいと思う。この4点俺食らっていい？それともこれサップの対象こいつ。クトゥーン今何点？ 18 点？食らっちゃダメな気がするんだけど俺。闘技場で一旦メモ。何1220なんてやついる？何1220って誰のこと？これ普通に倒せるか、ここ倒していくか。いや倒せねえか、倒せねえな。俺が殴れば倒せなくねえけど、殴りたくねえんだよな。殴りたくねえけど、でも倒した方がいいのかな。いやダメだこれ、クトゥーンで死ぬ。カードが尽きてしまった。手札が多すぎる。ダメだ、間に合わねえ。頭の回転が遅すぎる。今日これでやめよっかな。ダメだダメだ、全然考えられてない。もうダメだ、頭の回転が止まってるわ。これで今日私ランクも10に落ちたところで、今日は終了しようと思います。ありがとうございました。20、呪文とかで倍にして、ああ、今日全然ダメだったね。今日全然ダメだったな。ちょっとまた、また考え直すわ。でもありがとうございました。全然ダメだったな。ありがとうございました。